二人の若い紳士がすっかりイギリスの兵隊の形をして、ピカピカする鉄砲を担いで、白熊のような犬を二匹連れて、だいぶ山奥の木の葉のカサカサしたとこ、こんなことを言いながら歩いておりました。全体心の山はけしからんね。鳥も獣も一匹もやがらん。何でも構わないから、早くタンタンとやってみたいもんだな。しかも気温は横っ腹なんぞに、二三月お見舞い申したら、ずいぶん痛快だろうね。くるくる回って、それからドタッと倒れるだろうね。それは、だいぶの山奥でした。案内してきた専門の鉄砲撃ちもちょっと間をついて、どこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。